ワニシングイン60は1974年に公開されたアメリカ合衆国のカーアクション映画 HB ハリッキー制作、監督、脚本、主演、スタント、どんな車でも60秒で盗むという車の切盗団を題材にしている。60は60が正しい読み方だが現在はリメイク版に習って60セカンズと読まれることが多い。題名は 劇中のレース場の電光掲示板に表示される、ロックユアカー ORIT メビーゴーイン、60セカンズ、施錠しないと60秒あれば、あなたの車は走り去っているつまり盗まれているという意味、カーチェイスの派手さを誇示するように、当時のキャッチコピーはぶっ壊した車93台であった、フォードマスタング、エレナー主人公、メインドリアンペースは元カーレーサー。今は、交通事故や、 車両窃盗を取り扱っている保険会社の嘱託調査員であるがそれは表の顔。本業は依頼を受けて目的の車を非合法に入手する、つまり窃盗によって取り揃える、窃盗団のボス。ただし、盗難保険に入っている車しか狙わないというポリシーを持っている。ある非暴国のディーラーから大量の効果で希少な車の手配を頼まれる。 対象の車にそれぞれ女性の名前を付けて、鮮やかな手口で、その依頼を着々とこなしていくが、黄色の1973年型、マスタング、エレノアにだけはなぜか手こずっていた。そんなある時、ルールをめぐって、いさかいのあった仲間の密告に遭い、警察に待ち伏せされて追われる羽目になる。ペースは一台、エレノアを買って、ロサンゼルスを舞台に、一台カーチェイスを展開する。 ロングビーチで発生した警察のカーチェイスを知った地元ラジオ局は放送内容を変更し目撃者や被害者の情報を集めて蓄次実況をする警察に追われエレノアのハンドルを握るペースの後には警察車両と一般車を巻き込む事故が次々と発生警察の追跡を振り切って損傷激しいエレノアと共に逃走した先の戦車場にて同型車を発見 従業員を語って、利用客が所有する戦場を済ませたばかりの無傷の、エレノアに乗り込んだ、ペースは高速道路に向かう。両その他の声の出演、杉本優、桜沢林、石積明彦、滝沢久美子、金子義幸、西前忠久、遠藤淳一、加手伊翔人、斎藤瑞、希、北斗慶一、小玉隆子その他の声の出演、荒井和夫、浅井俊子、 高橋博子、北川沙司会、陣内建の、峰恵美剣、他演出、福永漢字、翻訳、江あ木明、調整、栗林秀俊、高ポー、監修、切れしげ鉄、解説、水野春を、制作、日本テレビ、グロービージョン2000年に、ニコラス・ケイジ主演で、60セカンズとしてリメイクされた、両作の顕著な総意点として、後者には、 暴力的な組織犯罪が色濃く絡むのに対して前者にはそのような経路はない。また、60セカンズでは発達した VFX を利用し、アクションシーンの一部に CG が使われている。短期間で大量の車を盗む。窃盗団、盗んだ車で包囲網を突破すること以外、ストーリーは全く別物。期待と不安半分だったバニシングファンの失望と批判を呼んだという。 前者は、現役の自動車泥棒だが、後者ではすでに引退して、伝説の存在になっている。前者はあくまで自分の窃盗家業として言っていた。後者では、犯罪組織のボスに脅され、窃盗団を率いる弟を助けるために、嫌々ながらもビジネスを再開した。カツラや付け髭で変装し、さらに別に偽造ナンバーも携帯していた。後者は特にそのような対処はしていない。前者では、 主人公がロングビーチから高速道路に入って別の街へ逃げるのに応じて各地域を管轄する警察が次々に追跡に参加するマスタングが盗まれた場所を管轄するロングビーチ市警察が最初に追跡を開始し高速道路に入ればカリフォルニアハイウェイパトロールが高速道路を降りた先でロサンゼルス軍保安官が加わっていくまた 各警察の通信シリエの様子やヘリの出動場面も描かれている。後者では、ロス死刑の刑事を中心に追跡を描き、モブキャラとしてのパトカーが増えていくだけで、特に追跡する側を細かく描くことはしていない。前者では、主人公の逃亡に伴い様々な事故が発生し、その様子も描かれている。事故で負傷した人々、壊れた一般車両。 被害者を救助しようとする消防や警察、追跡現場に合わせた人々をマスコミが取材する様子など、後者でも不随被害は発生しているが、それを主人公とは別の視点で見る描写はない。前者は黄色の二代目ムスタングだが、後者はシルバーのシェルビー GT500 である。前者では逃走中の事故で壊れたために、戦車場で同系、同色のムスタングを盗み出している。 後者では壊れながらもそのまま最後まで乗り続ける。前者は蒸気のような方法で車を乗り換え、さらに洗車場のオーナーが窃盗犯と間違われて5人逮捕されたことも校をそうし、主人公は堂々と警察の検問を通過して逃亡した。後者ではボスが定めた期限を守れなかったために、主人公はギャングに殺されそうになるものの、仲間が助けにやってきて九死に一生を得る。 解放された主人公はボスの事務所へ殴り込み二人の戦闘が始まる格闘で戦う主人公に対しボスは銃を取り出したために不利になるがそこに主人公を追う刑事が現れある意味において協力してボスを倒す刑事は捜査によって事件の背景を知ったことから主人公を見逃してやる主人公もその例として 盗まれた49台が隠されている場所を教えた。前者では単に追う側と追われる側である。後者では刑事は主人公の逮捕に執念を持ち、主人公も刑事を警戒しているものの、互いに相手の能力を認め合っている。アニメ版、ルパン三世における、ルパンと戦型警部のようなもの。前者では現役の泥棒なので、逃げて終わりである。 後者はもともと自動車セットから足を洗っていたために、片着に戻り、弟の一味も自動車セットからは足を洗うという、構成ハッピーエンドになっている。クエンティン・タランティーの監督作品、デス・プルーフでは、黄色いムスタングや、劇中登場人物のセリフに、リメイク版ではなくオリジナルを支持する内容のものが出て、くるなど、本作へのリスペクトが見られる。日本では1 9八十年代に、 地区から VHS とベータのビデオソフトが発売された。劇場公開時の日本語タイトル、字幕がそのまま収められている。その後、60セカンズ公開に合わせて、アメリカ本国でビデオ DVD が発売されたが、著作権の関係から音楽が全面的に差し替えられており、エンディングもカットされた内容となっていた。2001年に日本で発売された DVD よびビデオ版も、 同内容となっている。長らく、オリジナル音声版を視聴するには前述のビデオソフト、もしくはテレビ放送の録画を入手するしか手段がなかったが、2014年8月、株式会社ハッピネット、合同会社ゼクーから、HD ニューマスター版の DVD とブルーレイが発売された。これは、上記と同じマスター素材を使用しているものの、ソフト版とともに、テレビ放映版の吹き替え音声が、 新たに収録されているため、吹き替え音声を選択すると、オリジナルの音楽で視聴することが可能となっている。ちなみに、前述の通り、デッドラインでは、ほぼ本作の映像が使われているため、オリジナル版のエンディングもそのまま鑑賞することが可能である。ありがとうございます。